はい、いつもありがとうございます。じゃあラストジェダイね、ワンボックスです。最近スターウォーズの製品がよくね、売れております。ラリーバードすごいっすよね。いやーすごいっす。テンション上がりましたよ。もうい本当ね、すごいっす。前のがパワーってきますからね、今キルはね、ね、すごいっすよ。だ今のうちのね、この価格だったら今キル、まあ外れもありますけど、まあチャンス的な感じだと思いますよ。で、ベースカードでベンシモもいますから、ねえ。いやー、ほんとね、ラリバードすごかったっす。はい、今これパーソナルブロックやって、ね、開けてますけど、スターウォーズのラストジェダイ映画の方ですね。これの、8ですか、それのカードですね。一応ワンボックスで2ヒットですね。で、まあ大体ですけど、メダルが1個と、サインかスケッチカードどっちかが1個で、まれに、サインが2枚とか、サインとスケッチとか、スケッチとかいう場合もあります。メダルが2枚とかもあります。まあ、オッズオーバーですね。たまにあります。はい、じゃあこちらからいきますね。はい、ね、まあラストジェダイなんですけど、映画の公開と同じぐらいに発売されたんですけどね、ほとんどこういうキャラクターカードが結構多いです ね。でパラレルとかもまあ出てきますけど、ああこれですね、青、この辺が青くなっただけです。はいこういうねインサートとかもありますね。これは色ついてますんで、25枚限定のポーダメロンですね。これいいですね。25枚限定です。ポスターじゃないかな。インサートの、ポートレートカードだ。ポートレートカードの金ですね。これありですね。そうですね。まあ、ルーキーオブザイヤーがシモンズじゃないかと、こう、ね。お、ルークの緑も出ました。緑はシリアルがないですね。ね、シモンズじゃないかと言われ始めて、徐々にこう今季のルーキーイヤー、ね、ルーキーオブザイヤー争奪戦がある程度はっきりしてくると、徐々に上がる人と下がる人が、ね、出てきますね。バスケはね、結構それが明確に差が激しくなってますからね。これとかもね、かっこいいですよね。まあ、コンセプトアートでしょうけどね。緑ですね。これさっきのあのポートレートカードですね。これが通常ですね。で、さっきのが枠が色ついてたんで、ゴールドですね。あ、メダルっぽいですね。メダル1枚目大丈夫。お、ルークです。メダルルーク。これはシリアルがないですね。シリアルあるやつもあります。はい。ルークのメダル。やっぱこのね、振り向きの、このね、いい写真ですよね。こんなのもあるんだ。カバオくんっぽい。
はい、サインかスケッチはこっちかな。よいしょ、どうでしょう。あ、これだ。スケッチだ。はい、よかったですね。スケッチです。何でしょう。せーの、はい。お、フィンですね。はい。フィンのスケッチです。まあまあ、書き込んでる感じですね。コピックと、色鉛筆ですね。これね。はい。アーティストはちょっと検索してちょっと見てくださいね、後でね。はい、まあちゃんと色もついてますからね。一筆書きみたいなのもありますから。全然いいですよ。雰囲気出てますね、これね。はい、いいです。はい。スケッチとメダルですね、とりあえずね。もう、あ、これ日本のね。ルカさんは結構、日本人のアーティストとか、まあ、日本風とか、よくやりますよね。アディショナルヒットがあるかどうかですよね。まあ、そんなにめったにないですけどね。よいしょ。逆さですね、これね。あ、さかなクンもいるんだ。このキャラクターなんですか。カレテイカ、カレテイカさん。ですね。よいしょ。ああ、これもかっこいいですよね、こういうね。やっぱプロのね、デザイナーさんがこういうポスターとか、そういうのを制作してますからね。ポートレートカード、これインサートかっこいいですね。うん。まあ一応、ツーヒット出てますけど、はい。ツヒットでした。スケッチとメダルでしたね。はい。モアさんありがとうございました。ブラックホワイトは来週また入ってくると思いますけど、まあ、ちょっと、いつになるかはちょっとわかんないですね。来週中ということで。はい。ラストジェダイのね、パーソナルブレイクはワンボックスでした。はい。ありがとうございました。